はい、ウェルカムスペースモンキーズTVへようこそ、サラです。さあですね、サムネイルを見ていただければ一番わかると思います。今回はこちら、 3on3 バトルブースターセットラスト1個だったんでつい買ってきちゃいましたってな感じで、これ早速開封していきたいと思います。で、開封と同時になんですけど、こちらのスクラッチ2つもゲットしましたので、これも削っていきたいと思います。なんやかんや買いまくって2枚いただいてきました。こちらもちょっとおまけで削っていきたいと思います。それではやっていきましょう。出ました、華やか。はい、こんな感じで出来上がりました。色合い的にベストっすね。これはロックがガッチガチ。これはね、絶対バーストしねえなと確信しました。これは硬い、カッチカチだもん。という形でこの3つセットになった 3on3 今回のバトルブースターセットの内容になってます。これやばいっすね。さて、早速バトルやってみましょうか。自分が使いますのはギャラクシーゼウス 4MPI ですね。 4MPI か。で、今ね、ちょっとね、タケルがね、急遽来てくださったんで、はい、一緒にベイ遊んでいきたいと思います。はい、で、タケルが使うのがガーディアン・ケルベウス HR でりーん。さあ、まず表を見せて裏を見せてください。こんな感じでやっていこうと思います。はい、それではいきましょうか。このね、新しいね、 3on3 バトルブースターセット、やっぱりメインはギャラクシーゼウスなんじゃないかと私は思います。それではいきますか。セットしてください。いきますよ。いくぞ。3、2、1、ゴーシュ。ギャラクシーゼウスの多分バーストフィニッシュだと思う。ね、うん、そうですね。よし、もう一回やろう。シュッ。あー、またバーフィニッシュ。すげえ。ガーディアン・ケルベロスどうした。ケルベロスどうした。じゃん。続いて、マッドミノボロス99裏見してください。ドライバーはこんな感じ。見えるかな、これですね。さあ、行きましょう。はい、おっしゃ。あ、今の俺シュートパワー弱かったかも。これはね、これはね、スピンフィニッシュに持ち込まないとまずい。これはね、マッドミノボロスがね、バースト性能をね、高めてやるレイヤーでございますからね。暴れ牛ですよ。うわー、スピンフィニッシュ。よし、1回戦はスピンフィニッシュでギャラクシーゼウス 4MPL の勝ち。はい、スタミナ VS 攻撃的な暴れ牛。一体暴れ牛をひらりひらりいなして最後にとどめを刺すのか、それとも角に疲れるか。いくぞ。3、2、1、ゴーシュ。なんだよ、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 神業。今見た、ここ回りますよ。ベベ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 。そして上からアタック。あれは初めて見た。あまりの凄さに咳してしまいました。あれはルール上ダメなんだろうかね。あ、どうなん。公式ルール、ここを回ったら負けとかねえからさ。そうですよ。聞いたことない、それ。聞いたことないですもんね。ここ回ったね、まさに神回だね、今のね。いや、すげえ。今すごかったね。ここを走ってよね、ビャーッとして上からアタック。そしてあの硬いね、これですよ。あの硬い、このすごいロックの硬い、マッドミノボロスをバーストさせたっていう。いやー、アニメ見ているでした。アニメみたいでした。はい、最後ですが、ガーディアン・ケルベウス HR 対ザン、こちらマッドミノボロス99ですね。はい、表を見せてください。はい、裏を見せて、こんな感じです。はい、ちなみにガーディアン・ケルベウスですが、こちらディフェンスタイプのレイヤーに、重量級のディスク、そしてスタミナ系ドライバーの、これはリボルブ、これ欲しかったドライバーなんですよ、を搭載したレイになってます。はい、行きましょう。さあ、それでは期待を込めてこの2つのスクラッチ削っていきましょう。まずはこちらから、何が出るかな。行きますよ、いきますよ。嘘
ドライバー来た。ドライバー来たよ。ドライバー当たったよ。バイトドライバーゲット、やったぜ。次、あー次はハズレだよ。まあ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 、相手な感じでなかなかまとまりのない動画になりましたが、以上スペースモンキーズ TV でした。